はい、野崎でございます。ではアーマードコア6引き続きやっていきましょう。ですね、トレーニングメニューが追加になったんでちょっとやってみましょうか。チャージ攻撃、R2、長押し、あ、ですよね。ACS 負荷とスタッカー、攻撃に伴う衝撃力により機体の ACS に負荷が蓄積していく。負荷限界で発生するスタッカー状態では機体は制御不能に陥るため追撃のチャンスとなる。あ、なるほど。はいはいはい、ここでバサーンといくと、間違えた。はいはい、あれ、ACS 負荷残留、敵に与えた ACS 負荷は一定時間で制されるが、その一部は消えることなく残留する。なるほど。ドカーン。終了。先制攻撃、ずっとあるわね。あ、いかん。なんかまだいまいちかっこ悪。シールド防御、 L1 長押し、あ、なるほど。あ、なるほど。攻撃予兆とイニシャルガード、シールドは展開してから 1,2 秒前後が最大出力となると。この間に防御するイニシャルガードによりダメージと ACS 負荷を最小限に抑えることができる。攻撃予兆表示を見て L1 長押し。なんか違う、なんか違うぞ。アサルトブーストね、はい、もうこれやってます。
止まれないんだよな。なんかいまいち。リニアライフル。重っ。いらねえな。はい、ではね、ミッションいきましょう。2つでいって輸送ヘリ破壊とテスター AC 撃破。で、輸送ヘリ破壊からいきましょうか。はい、いいな。はい、では参ろう。名指しの依頼が入ったな。この調子で実績を積み上げていけ。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。ルビコン解放戦線の輸送ヘリを破壊しろ。これか。えい。目標の破壊を確認した。次へ向かえ。相手が AC では分が悪い。
お、これ強そう。よし、あ、勝た。あれ、あ、そうか、チェックポイントないのか。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。ルビコン解放戦線の輸送兵力を破壊しろ。企業の傭兵だ。ブーストが無理に相手さんとこ、せんとこ。よし、はい、起動します。ちょっともう少し強くなってから頑張ろう。はい。新着メッセージ。一件。戻ったか。企業にとってルビコン解放戦線はコーラル調査領域を拡大するための障害となる。ルビコニアンから見ればお前の行いは侵略への加担と映るだろうが、それも仕事だ。よし、ではテスター AC 撃破。
行きましょうか。621、仕事だ。アーキバスグループから工事が出ている。独立傭兵各位、これは当社系列企業シュナイダーからの依頼です。我々と敵対関係にあるベイラム系列企業ダーフォンがテスター AC を導入しました。外部アーキテクトへの委託によりアセンブル最適化を施したテスター AC は熟練のパイロットに渡れば無視できない脅威となります。そこで依頼です。当該機体の輸送を狙い、これを撃破していただきたい。アーキバスグループは各位の奮闘に期待しています。ブリーフィングは以上です。よろしくお願いします。よし、参ろう。相手は指揮をサンプルとはいえ AC には変わりない。気を引き締めていけ621。変わってんだ。でも何体いるんだ、何体いるんだ。ミッション開始だ。目標を捕捉した。621、仕掛ける攻撃だ。しちゃった。結構ダメージ食らってます
新着メッセージ一件。621、お前が撃破したテスター AC だが、あれはベイラム専属 AC 部隊レッドガンに届けられるものだったようだ。レッドガンはベイラムの主力、所属隊員の実力は折り紙付きだ。頭に入れておけ621。なんかやっちゃいけないことやったって感じ。うわいきなりなんか金額上がってる。はい、ではね、今回ここで終了して次はね、ちょっと新たなミッションに取り組みたいと思います。あ、もしかして、あ、まだチャプター1 まだチャプター1。はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。野坂岩でした。